ココストア。ココストアは、かつて存在した、日本のコンビニエンスストアチェーン。運営などを行っていた株式会社ココストアが、2015年12月に、株式会社ファミリーマートに吸収合併された、2016年10月までに、大半の店舗が、ファミリーマートブランドに、業体転換した。シンボルマークは、ピンク色の下地に、ココと記されたデザインである。店名は、 コンビニエンスとコンフォートの頭文字から取られており、正式なサインではコンビニコンフォートココストアと併記されている。セブンイレブンより先に1号店をオープンさせた最古のコンビニエンスストアチェーンとして知られる。ただし、どの社のコンビニが日本1号店であるかについてはいくつかの見解に分かれる。当初ココストアはソニーの創業者森田昭夫の実家である。 森田株式会社と、その販売会社である、種類商社、卸業の株式会社、山泉商会、現、イズミックにより、スーパーマーケットに客を奪われていた取引先の、酒屋の救済や活性化を目的として立ち上げられた。そのため、種類が必ず置かれていることがメリットとなっていた。経営的には、イズミックより分社化され、森田の関連企業グループであるミックス、 キューリックグループの一社であった。第1号店として1971年7月11日に開店したのは愛知県春日井市岩成台9丁目のココストア富士山大店2016年9月1日よりタックメイト富士山大店2016年11月17日閉店でここが日本のコンビニエンスストア発祥の地として石踏みが 入り口右側に設置されていた。以前はコマーシャル撮影などでいろいろな有名人が店を訪れたこともある。地盤の東海地方でもサークル系サンクスをはじめとする大手コンビニチェーンとの競争に敗れ完全撤退もしくは実質撤退状態になった地域が多い。茨城県、愛知県、岐阜県、大分県、熊本県、沖縄県以外の地域では 各府県内に一数店舗程度しか、所在していなかった2015年3月時点で、北海道地方、北東北地方、甲信越地方、北陸地方、四国地方のそれぞれ全道県と滋賀県、京都府、奈良県、兵庫県、鳥取県、山口県には、店舗が存在しない。なお、同じ愛知県発祥のココ一番屋とは、全くの無関係である。 電子マネーへの対応は他のコンビニエンスストアに比べ遅れていたが2015年3月より順次ポスを更新し中部、関西、中国、九州エリアの全店舗で ID、ワオン、楽天ウェリ、交通系電子マネー、クイスプとべての国際ブランドのクレジットカードが利用可能となったただしハウスカードなどは利用不可東北地方東北 関東地方関東、沖縄の店舗でも順次導入を進めており、対応している店舗もある。なおクオカードは利用できず、またピタパについては、電子マネー機能の相互利用を行っていない、メ利用できない。シンフォス設置店では、ワオン、楽天エリ、交通系電子マネーは、現金チャージにも対応している。その他にココストアイーストの店舗、東北、関東、沖縄では、 霞商品券の利用も可能である。ファミリーマートに改装次第、全店舗で上記の電子マネー及び T マネーでの支払い、現金チャージ、クオカード利用、T ポイントの加算、利用に対応することになる。大阪府及び和歌山県の店舗は、イタパにも対応する。かつて、名古屋の直系店舗では、ポイントカードサービスを行っていたが、年月日で、 加算も利用も終了したため2015年1月1日以降はすべてのポイントがカード記載の有効期限最長2015年2月31日に関係なく無効となったその他再編後の全エリアを対象に弁当おにぎりホットスナックを店内で調理して販売するここでクックを一部店舗で実施していた工日の IC ストア及び タックメイトに転換した店舗に受け継がれた。2015年10月1日、ファミリーマートが130億円程度で、ココストアの株主であった、モリタ・エンタープライズから全株式を取得して、完全子会社とした。また、同年12月1日付で、ファミリーマートは、ココストアを、吸収合併し、法人としてのココストアは解散した。当初ファミリーマートは、 ココストアの不採算店の閉鎖を進めつつ、2016年9月までに全店をファミリーマートに転換する計画と報じられたが、同年4月15日に子会社のココストアリテールをミツロコプロビジョンズ、ミツロコグループホールディングスへ売却し、ココストア全店舗約800店舗、ボランタリーチェーンを含むのうち最大約380店舗を譲渡することとなった。そして、 交渉の結果、同年8月26日には、ココストアエブリワンの69店舗を10月1日付で、ココストアリテールに譲渡すると発表した、後日、譲渡の日付を12月10日に変更しており、その際に譲渡する店舗数についても30店舗としている。これら残存店舗のうち、ユニーファミリーマート HD に残った店舗については、2016年10月31日に、 閉店した、宮古島の2店舗を最後に、全店舗が、ココストアとしての営業を終了し、順次、ファミリーマートの店舗に転換された。また、ココストアリテール、厳密ウロコグローサリーに上とされた店舗については、同年8月末、以降一部を除き、本州地区及び、沖縄県は、タックメイト、九州地区は、リックストアブランドに順次変更、多くの店舗が9月に、 転換され、九州地区と関東地区の店舗の多くは、ポプラグループのコンビニ、生活再課と提携した上で運営されることとな、ただし、提携後に多数の店舗が閉店している。なお、一部の報道によると、水色子グループホールディングスが、旧ココストアの一部店舗を、従来のココストアの名称に戻した上で、新規出店も検討しているとされたが実現していない。工述の通り、 中小コンビニチェーンのホットスパーやエブリワン、リックマートを運営している企業を買収し、ホットスパーについては2006年から2008年3月にかけて全店舗をココストアへ転換し、この経緯から再編前の運営会社ごとに別々のココストアのウェブサイトが存在していた。その後、ココストア本社とココストアイーストのウェブサイトは統合され、 全国版サイトとなったココストアウエストに関しては全国版サイトとオリジナルサイトが並存している状況が続いていた2016年8月ファミリーマートはココストアエブリワンの業態転換の目処が立ったことかココストア全国版サイト及びオリジナルサイトエブリワンのサイトを8月31日で閉鎖することを発表同日をもって予定通り閉鎖されている 旧ホットスパーコンビニエンスネットワークスは、東日本地域と一部沖縄県でホットスパーを運営していたが、2001年にココストアの子会社となり、2006年にはココストアと合併した。この時、会社分割によって、同じ名称の新ホットスパーコンビニエンスネットワークスが設立した。その後2008年3月までに、同社は展開しているすべてのホットスパーを、 ココストアへ転換し、2008年6月にはココストアイーストへ社名変更を行った。一部店舗では、ここでクックなどココストア独特のサービスをすでに実施しているが、旧ホットスパーコンビニエンスネットワークスの流れを組むため、霞の商品券を受け入れたり、本社所在地の茨城県を話題とした茨城ングの共産党を行っている。 前日のココストア解散に伴い、2015年11月で終了。また、システム改修により、ココストアでは、一人扱いであるが、旧ホットスパー時代には、取扱いの収納代行も扱うようになった。ホットスパーの流れで、沖縄県石垣市にも店舗があり、同市内の石垣屋島店、石垣薪両店はそれぞれ日本最南端、最西端のコンビニである。 2015年9月1日には株式、会社ココストアに九州合併され同社関東支店となった。九州コンビニエンスシステムズは、1999年8月23日に、株式会社、ことぶきやコンビニエンスシステムズ、後の株式会社エブリワン、現、ココストアウエスト、株式会社、領有チェーンサポートシステム、リックマート運営会社で、後の株式会社、 リックサポートシステムズ、現、株式会社ココストアリテール、九州地域スパー本部株式会社、後にエブリワンと合併の3社の業務を統合する、目的で設立された会社で、九州、沖縄で、エブリワン、ココストア、ホットスパーを展開していた。2000年6月にココストアと、資本業務提携し、2001年6月には、子会社化されていた。 2006年6月1日、ココストアは、子会社であった、九州コンビニエンスシステムズを、九州合併した。このため、九州コンビニエンスシステムズの子会社であった、株式会社エブリワンと株式会社、リックサートシステムズは、ココストアの直接の子会社となった。九州地方で、エブリワン及びココストアを展開していた、旧、 株式会社エブリワンは2009年9月に株式、外車ココストアウエストに社名を変更した。2015年9月1日には株式、外車ココストアに吸収合併され同社吸収支店となった。九州地方でリックマートを展開していた旧株式会社リックサポートシステムズは2009年11月に株式会社ココストアリテールに社名を変更した。 同社は2016年4月15日付で、三つうろこグループホールディングスの連結主会社である、三つうろこプロビジョンズに売却された。店名にちなんだタレントやキャラクターを起用していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。